テレビ的な。あのね、安藤選手と浅田選手でも迷ってるんですけど。あ、お二人で迷ってるんですか。あのね、なんかこう全く二人が違ったジャンルの色気っていうのが感じられるので。結局第3位には日本が誇る二人がランクイン。その理由とは、まあ、安藤さん本当にあの普段からもこうセクシーな女性で、普段の生活もセクシーですし、スケートも本当に色気のあるスケートなんですけど、浅田選手はなんかそういうセクシーっていうイメージはないと思うんですけど、ないですよ。僕はこう演技を見ててすごくなんていうんですかね、爽やかな色気というか、なかなか人が出しにくいような色気を持ってるなと思う。男だね。なるほど。